かしてねごめん、それは持ってるわ。ずっとやってる。そんなね、恐ろしくて、うん、ちょっとやるかっつってちょっとやると朝になってて、あれみたいな。恐ろしいんだよ。しかもさ、ストロークはさ、何が恐ろしいってさ、マジでちょっと遊戯王に近いものを感じてさ。どういうこと？なんかね、負けた悔しさがね、持続するストロークだから、勝ったら勝ったで次も勝てんじゃないかと思ってまたねやっちゃうし、別に勝てる確証なんて何もないのに、負けたら負けたで悔しくてもう一回ってなるんだけど、遊戯王もねそんな感じだった。次はディスティニードローできるんじゃないかと思って。そう、なんかただ遊戯王とストロークの明確な違いは、遊戯王はなんかねワンチャンね向こうがね自滅したりとか、ああディスティニードローでどうにかなるみたいなのがあるんだけど、麻雀みたいな、このカードみたいな。でもストロークはうんぷテンプがない。はい、うんぷテンプがなくて、もう負けたら全部自分が下手なせいなんだよ。俺は弱いってなって、なんかね、もう帰っちゃうんだよね。もう本当にねやばいなって思ったんが、負けが持続するとさどうなるかっていうと、やめれなくなるわけ。でも勝つまでやりたいっていう気持ちになるじゃん。でもお仕事には行かなきゃいけないわけで、ストレスを抱えたまま、負けたというストレスを抱えたまま外出するのね。ストロークやりたいってなって、脳内ストロークが始まるの。これは何かっていうと、なぜあの時負けたのかっていうのを考えて、じゃあ仮に相手がしゃがんでましたってなったらどうしたら勝てるのかっていうコンボ連を頭の中でやるんだよ。ガチやん。負けた相手に脳内で勝つじゃん。しかも脳内だとスバルのペースでできるから 100% 勝てるんだよ。ちょっと考えたら、するとストレスが緩和される。もうダメだこれと思って、もうダメだ、もうやることイメトレしてるやん、こんなにあるのにやめれないんだけどってなった結果、めちゃめちゃ寝不足になったから、スバル思ったんだよね。ストロークっていうのはメインに置いちゃいけないって終わってんだよ生活が今。なんか最近すごい負けず嫌いが加速してて、ゲームで負けるっていうことが、今までは別に、まあ、ゲームで負けてもゲームだしなみたいな感じだったんだけど、もう最近マジでもううわーってなる。でもねこれスバルだけじゃないんだよ、みんなね、はい、ストロークにねハマってる、ハマっててペコちゃんのおかげやん。本当にみんななんかハマってる、うん、スバルペコちゃんに負けたのもちょっとよかった、悔しさが加速した。ルナタンでさ、ちょっとさ集まる時間があったんだけどさ、なんかルーナがさ突然さ LINE スタンプみたいなの送ってきてさ、なんか急用かなと思って見たらさ、なんか波動拳ヨガフレームダルシムの投げ技みたいな。これマジでルーナから突然送られてきた LINE。 どうしたんルナタン、使いこなしてる、温まってるルーナも。波動拳ヨガフレーム、ダルシムヨガヨガヨガ。なんでねこういうねことになったかっていうと、なんかチョコ戦がストローク興味あるみたいなことをね言い出したんよ。でスバルがチョコ戦ってヨガとかなんか美容系好きじゃんみたいな、ストロークにさヨガ使う美容意識高いキャラいるよってさ、もうバチバチに嘘ついた。ストロークにヨガ使うすごい美容意識の高いキャラがいて、
それでダルシムって言うんだけどおすすめだよって言って腕絡ませてヨガヨガって言いながら殴りかかってくるって言ってそれでチョコ戦にはとりあえずダルシム進めといた。そしたらさ、こっからさ、千代子最強伝説が始まるんだけどさ、これすごくてさ、ストリートファイターってキーマーでプレイできるって言われてさ、キーマーみたいな。マジで格ゲー初めてだ。格ゲーキーマーでするってマジみたいな。お前格ゲーキーマーでするんかって聞いたら、ストロークって格ゲーだよみたいなこと言ったらさ、チョコ戦がさ、なんかすげえとや顔でさ、私はモンストをキーマウでプレイする女だぞって言い出してさ、いや何みたいな。モンストだったかな、何だったかな、モンストじゃなかったかも。でもなんかモンストみたいなソシャゲだった。でなんかね、でも絶対それキーマウでやんないっしょみたいなゲームだったんだよ。でなんかうわ、チョコ戦のキーマウダルシム楽しみすぎと思って帰ってきた。なんだよキーマウダルシムって思って。モンハンかな、モンハンかも。え、モンハン、いやなんかね、なんだったかな、なんかでやってたんだよ。え、モンハンだったかな、なんかねやってたんだよ。結構ね衝撃だったの。だからチョコ戦はね、なんかストリートファイターするにしてもキーマウでやると思う。無理やって。いやキーマウは無理や。でもなんかスバル動画で見たよ、なんかキーマウだと理論値的には最強みたいな。それヒットボックス。でなんかキーマウって理論値だと最強なんじゃないっけ。いやマウスは別に。そうだよ、そう、なんかキーマウだと理論値だと最強だから、もしかしたら千代子最強になるかもしれん。レバーレスって何？あ、レバーがないってこと？うん、そもそもパッドやったらレバーもようわからんし。そうなんだ。ボタンちゃんが買ってるやつ、え、じゃあなんか最強なのかな。え、じゃあ普通にマジで最強になる可能性あるやん。でもレバーレスむずそう。やっぱわからんな。レバーレスあれかも、モダンじゃなくてクラシックでやるんかも。チョコ戦レバーレスクラシックキーマウダルシムになるかもしれない。いやいや全然ダルシム使って確定してるわけじゃないんだけど、ね、そうっていうね、なんかねそういう話をしてたわ。なんかねキャラ被らないでいくんやったらダルシムはありないけど、ストロークの話してる。しかもさ、ストロークさキャラ濃いからさ、なんかさおもろいんだよ。なんかルーナも波動拳波動拳波動拳って言ってる。うなたん竜はもう最高におもろいな。泣き声みたいになってるぞマジ。うなたん竜行くのか。ちゃんとチョコ戦はマリカー大会あるのに一回も練習しない人間だよ、やべえな。